これはお酒に合いそうだな。オグラバターか。皆様おはようございます。本日は浅間山に登ろうと思いますということで、小川町方面に現在車を走行中でございます。山登りをする前に少し寄り道をしていきたいと思います。オグラバターとブルーベリーチーズ、あとアップルカスタード、今道の駅小川町は工事してて休館中みたいですね。道の駅の奥にある小川町観光用無料駐車場、こちらに車を停めたいと思います。こちらのローラー滑り台、見晴らしの丘公園方向に進んでいきます。このあの橋を越えて行けば浅間山はもうすぐそこだと思います。多分ここ左曲がるんだと思います。ここに公衆トイレがあります。こんな感じのとこを最初は入っていくようです。山頂まであと600メートルです。浅間山に行かないで青山城の方に直接行ける道もあるようです。そして浅間山山頂298.9メートル到着しました。里山が紅葉している感じがよく見えます。さっき買ったマフィン、ここで食べようと思います。3つ買うと安いからといって買ってしまったけど、ちょっと多い気がすんな。それではいただきます。おいしい。ブルーベリーはどうだ。うん、チーズが入ってて美味しいわ。これはお酒に合いそうだな。オグラバターが、悪くないな。3つは多いかなと思ったけど余裕だ。ごちそうさまでした。それではお腹もいっぱいになったので青葉城方面に進んでいきたいと思います。さっきの青葉城の巻道っていうのがここにつながって出てくる、そういう感じなんでしょうね。青山城跡、小倉城跡、ここを右の方に上がっていくようです。どうやらこの辺りが青山城跡、別名割屋城跡。それでは小倉城跡方面行きます。あ、前回このプレートを見て視聴者さんと 100m 先のツツジを探しに行ったんですが、その時は見つからなかったんですけど、これは常にここにこう掲示してあるっぽいですね。今ツツジが見頃なはずないもんな。このコースは高低差がそんなになく、ずっと浅間山まで上がってしまえば
ほぼ平坦な道なんで、とても快適なハイキングができるので、リハビリ等で使うにはもってこいのコースとなっております。前回この道を歩いた時は視聴者さんとお話をしながら歩いたんですが、今日一人黙々と歩いてるんですけど、その時よりとても長く感じます。大日山到着です。お、誰か、ちょっとここは眺望があるんで見てみましょう。正面右側の三角の形の山が笠山、そして左の山頂付近が平らになっているところが道平山。肉眼でも道平のドームがくっきりと見えてます。カメラではちゃんと映ってるでしょうか。それでは小倉城跡、嵐山渓谷方面に歩いていきたいと思います。物見山到着しました。そしてここ小倉城跡入り口、ここを登っていきます。クルーは4、小倉城跡、ちょうど多分正面に見えるのが庄山。嬉しいですね、山頂標識あると。庄山三角点で、この左に見えるのが後で行く大平山じゃないかな。一般道の方に降りてきました。しばらくこの大きな道を歩いていきます。こんにちはこの辺りはまだ綺麗ですね。嵐山渓谷方面に歩いていこうと思います。展望広場まで来ました。この与謝野晶子歌碑、半年前も来ましたが、またちょっと行ってみます。与謝野晶子歌碑のところに着きました。前回ここに来たのはゴールデンウィーク真っ只中。おじさんで呼んでるんですか。はい、いいですよ、いいですよ。僕の方が全然無事だと思うんですけど。いやいやいや。です。せっかくなんで、この先のドン付きのところまで、渓谷まで歩いていきたいと思います。渓谷沿いまでやってきました。もう紅葉もほぼ終わりという感じでしょうか。入り口の展望デッキのところまで戻ってきました。それではここから大平山方面に登っていきたいと思います。このように整備された階段状の道を歩いていくんで、山頂までは迷うことなく行けると思います。あ、疲れた。 はい、展望のとこだ。あ、気持ちがいいです。ではこのすぐそこにある山頂行きたいと思います。大平山到着です。それではこの後道の駅方向に行きますが、帰りながら寺山寒沢山に寄りながら帰っていきたいと思います。この2つの山は僕は行ったことないんですけど、プンさんは確か行ったことがあると思います。そこに一般道見えますね。降りてきました。この道を右に曲がるようです。通れるかな。多分ここの切れ目のこのピンクテープついてる、ここを上がっていけるんじゃないでしょうかね。うん、ここ
入っていきます。暗い森の中をゆっくりと奥へ奥へと登っていく感じです。結構このカメラは明るいカメラですけど、ここはかなり薄暗いところを永遠歩いていく感じですね。もう冬の夕方近いってこともあると思うんですけど、寒沢山214メートル到着しました。次は寺山です。ちょっとなんか勘違いしてたみたいですね。今振り返ったらこちらに神沢山ありました。イエーイ、よかった、嬉しい。なんかわかんないけどこれたまたま振り返ったんですよね。分岐に来ました。帰りたい方向は右の方なんですが、寺山山頂がこちらの少し先にあるので、寺山山頂を踏んでからここに戻ってきたいと思いますですね。寺山ちょっと行ってきたいと思います。もしかしてあれ、あ、ここだ。寺山220メートル。それではさっきの分岐に戻りたいと思います。先ほどの分岐に戻ってきました。左の方に進んで帰っていきたいと思います。ちょっとここを逸れて、そこのここ上に上がっていきたいと思います。ありました、和具山、和具山200メートル。それでは下っていきたいと思います。どっちだ、こっちかな。ここでさっきの道に合流できました。ちょうど大乗寺でいいのかなというお寺に降りてきました。大きいお寺ですね。鐘付きのもう立派だ。ちょうど正面、マフィンを食べた浅間山が綺麗に見えてますね。うわー、なんか田舎のおばあちゃんの家みたいでいいですね。今川の脇を通りながら帰ってるんですけど、なんかあの橋ちょっと気になるな。これはすごいですよね。ちょっと渡ってみたくなりますよね、こういうの見ると。ここからの絵めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これなんかあそこにあんなのあるけど、紐が2本ぶる下がってるけど、ブランコとかあったのかな。でもあそこにブランコあってもどうやって乗るんだ。結構細いよなこれ。油断してると落っこちちゃう。無事駐車場まで戻ってきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。